さあ続いてファンさん、はい、テーマの発表をお願いいたします。はい、こちらになります。お、可愛い絵が入ってますね。今朝もお世話になりました。コンビニの熱き戦い。そうですね、コンビニエンスストア大手3社の2016年8月中間決算がおととい出揃いました。全社とも前年同期と比べて増収となったものの、本業の儲けを示す営業利益はファミリーマートとローソンが減益、最大手のセブンイレブンジャパンが増益で明暗を分ける形となりました。さあファンさん。そうなんです、あのコンビニといっても、うんうん、まあ、結構、まあ、いろいろ、あの実は中身を見ると皆さん、あの経営の状況がちょっと異なっていて、で、まあ、これ皆さんご存知かもしれないんですけど、実は、あのそうですね、日販でこう売上の数ですねを見てみると、結構あの何ですかね、まあ、業界1位を走っているセブンイレブンではなんと2位3位とか以下の間とは、まあ、10万円くらいの実は日販で差がもう開いていると。日販っていうのは日々の売上、あのそうです、毎日売上の、はい、まあ、平均して、まあ、これくらい売り上げてるんですね。引き離してますね。引き離してるんですよね。で、まあ、どういうところがじゃ あのセブンって違うのっていうと、まあ、皆さんよくもしかしたら知ってるかもしれないんですけど、例えば最初におでん売り出したのはどこでしたかとか、あとセブンなの、おにぎり売り出したの、コンビニのおにぎりがパリパリに海苔付きで買えるのって、うん、どこが最初に発明したのっていうのと、全部実はセブンイレブンが始めてるんですね。で、あと最近ではもう皆さん100円でコーヒー買うのも結構、うんうん、あのもう皆さん慣れ親しんでますけど、うんうん、あれもセブンイレブンが最初に販売を、うん、セブンイレブンいい気分です、ね、みんな口ずさめましたよね。はい、さん、そう、僕の場合は口ずさんではいなかったです。そこは結構クールにですね。で、実際に、まあ、もちろん 今のところに行ってて、はい、じゃあどういう、じゃあ今のコンビニって日本ってもう5万店以上実はもうあって、まあ、東京都ですともうどこに行ってもあるじゃないですか。で、一方で私たちってあの、まあ、人口が減少している中にもうすでにあると、はい、でそうするともう結構コンビニ国内ではもう飽和状態だとずっとも言われてるんですよね。で、業界では今年あのソニー、すみません、ユニーと、ファミリーマートが経営統合したりと、はい、まあ、再編もあの進んでいて、はい、これからもっと競争が厳しくなるところなんですよ。で、その中で今回の決算、私あのいろんなところで決算の取材もしたんですけれども、一番こうあのちょっと注目できるかなと思ったのが、はいはい、気になる、あのこちらの この表に関連するんですけど、実はあのですね、はい、中食っていうところにやっぱりあのこれからのキーワードかなって勝敗分かつ。中食って外食 とうち家の間ぐらいぐらいですね。惣菜とか買って帰って食べるっていうやつ、うん、イートインとかも入りますね。なるほどね。そういうだから今のライフスタイル、私たちってあの例えば一人暮らしの方とか、うん、まあ、結構あの結婚する年齢も上がってますし、でもう一つその何でしょう、例えばあのそれ以外でも共働きがどんどん進んできている。だからあの、まあ、より要するにあの家事に避ける時間が少ないと、相対的に、で相対的に少なくて、中食にはやっぱりそれなりの人気が集まっているのもあるんですけれども、それ以上にあのコンビニの人たちがですね、もう注目すべき点はやっぱりこの粗利益率なんですよね。うん、これで見ても分かるんですけど、まあ、非食品の中で雑誌とかですね、他だとあの手数料とかが入って 50% の粗利益率なんですよ。なるほど。で、その次にじゃあどこが高いのっていうと、このファーストフードとかですね、あと日配のあのパンとかお菓子とか、そういうものがやっぱり利益率がコンビニの中では高いんですね。コンビニのファーストフードってどんなものが、あのガラスのケースの中に入っているあのまさにガラスのケース、あの何ですか、ドーナツとか、ドーナツとかもありますし、中華パンとか、そう、唐揚げくんとか、あとサンドイッチおにぎりとかですね、食べてらっしゃるんですね。唐揚げくん好きなのね。唐揚げくんの天下一品味が好きいろいろ出してますか。辛い、ね、そうか、だからそれこそそこにラインナップ充実させて、充実させてってことなんですよ。で、今年もまさにそこで皆さん、じゃあこれからあの国内ではどういうところに力入れてるんですかってなると、うん、セブン、ローソン、ファミマでオリジナルデイリー試作食品の強化、うん、そして惣菜、日配食品中心に拡充、中食構造改革とファミマでは歌うほどに、まあ、ここに力を入れようっていうのが今からの動きで、もしかしたら私たち、まあ、視聴者の皆さんもそうですけど、これから秋冬にかけてあのもしかしたらコンビニでいろいろあの美味しいものがいただける秋になるんじゃないのかしらっていうふうに思ってます ね、 ね、まあ、競争がね激しくなっていいものがね、はい、広がっていけばいいですよね、はい、ありがとうございました、はい。